こんにちは、マヌリアです。今日新宿です。この引きこもりの私が今日は新宿にいるんです。イエーイ。まあまあテンション高いですね。やばい、もう渋谷飽きたんだよね。で、なんで今日新宿にいるかと言いますと、はい、私のチャンネルの線の悩みだいぶ伸びてるじゃないですか。国民的保険の先生でやらせていただいてるんですけども、はい、あれを実際今まで街頭とかやってたんですけど、もうガチで捕まえて、もう一対一でガチで性のお悩みを聞いていこうかなと思って、はい、in 新宿です。ちょっと誰か捕まえていってください。違う、なんか今日はそれで、はい、ポイ活アプリの国例を使ってマッチングした男性に性のお悩みを実際聞いていこうかなと。どうですかこの画期的企画。まあガチガチな感じでいいですね。なんかはい、ということで実際今回は国例を使ってマッチングしていくんですけども、はい、国例なんですけども、まあ普通にメルトモ探しだったり友達探し、同性のお友達探しだったり。あ、同性でもいいですか。あ、全然同性でも大丈夫です。まあもちろん恋人だったりパートナー探しにも使える画期的なアプリなんですけども、通常の機能に加えてこちらのアプリすれ違い機能がついてます。何？だからこの人多い新宿選んだんですね。そう、だから今回は最近の携帯ですげえなと思って、すれ違い機能を使ってすれ違ってピコーンってなった人と会って性の悩みを聞いてみようかなと思うんですけど、はい、ということで、そう、一個言わされたアイコンがめっちゃ可愛いんです。ほうほうほう。だから女の子の携帯に入ってても安心安全でございます。あ、女の子目線の話するんですね。だってさ、こういうの使っててさ、うわーみたいな、めっちゃ入ってんじゃんみたいな、なんかデザインが可愛いから、はい、女の子の携帯に1個パッて入っててもその恋活アプリみたいな感じでバレないっていうのが言いたかったの。はい、ということで今そのすれ違い機能をこうやっていろいろやってるんですけど、項目がいろいろあって、まあ距離もそうなんですけど、仕事とか休日何してますかとか、自分を動物に例えるとっていう謎質問とか、何歳から何歳までっていう指定もできて、それで検索開始ってボタンを押すと、まあ近くにいる人とすれ違えるみたいな感じらしいんですけど、ということでいろいろ設定してみたので、上は45まで OK にしました。結構幅広いということで、早速ちょっと歩いて探してみたいと思います。あ、なんか早速すれ違いました。早いんです。このいやでもすれ違ったかもしれないけど、誰かわかんない、わかんないんですよね。もう一回もうちょっと歩いてみますか。今15分20分ちょっとこの辺うろうろしたんですよ。したらなんか意外とめっちゃすれ違うんですけど、すれ違いすぎてあんまりちょっとこう誰かわからない状態に。やっぱりさすが新宿だわ、もうすれ違う人が多すぎる。ということで、なんかでも一人ちょっと気になる人がいたんですよ。なんでこちらのアプリサクッと ID 交換ができますので、今からその方とサクッと ID 交換をして、サクッと会ってサクッと性の悩みを解決していきたいと思います。なんかその人急に性の悩み聞かれるってかわいそうですね。だから向こうはうーやれるウェイだけど、私はエッセイの悩みあるんですか、バイバイっていうパターンで今回行きたいと思います。はい、ということで今からちょっとこう連絡先を交換したりとかして会いたいと思いますので、一回切ります。はい、ということでカメラマンさんは置いてきました。で、なんかカラオケ店の横で待ち合わせしてて、もうそこがカラオケ店なんですけど、多分あれっぽい人がいるんでちょっと行ってみます。国連で会ったシゲさんですか。はい。あ、本当ですか。え、カメラ撮ってるんですけど映して大丈夫ですか。大丈夫です。え、めっちゃイケメンです。初めまして。今もう横がカラオケ店じゃないですか、はい、カラオケ店でもいいですか。はい、いいです。本当ですか。はい、じゃあ、はい、よいしょ。シゲさんもいきなりカラオケ店に来たんですけど、普段国連はよく使うんですか。たまに使うかな。なんかでも使ってそうな顔してますよね。どんな顔ですか。なんかおいくつですか今。41です。あ、ギリギリな感じですね。ギリギリな感じですけど、逆に大丈夫ですか。あ、私おじさん好きなんで。え、今日は何やってたんですか。今日はちょっと汗流しにジム。え、鍛えてるんですか。鍛えてます。へえ、え、現場届けです。全然です。何のためにジム行ってるんですか。ストレス発散もあり、現代の社会情勢そんなそれ。え、なんかちょっとヤバい人引いた気がする。病んでます。病んでないです。あ、大丈夫ですか。ただ、ダイオパスが好きなんです。あ、なるほど、あ、よかったよかった。え、で、ちょっと暇だなと思って。そうです。使ったら、私と会っちゃったみたいな感じですね。なんか早速なんですけど、はい、なんでカラオケに来たかって言うと、うん、私ちょっと変な性癖があって、はい、人の性のお悩みを解決したいっていう性癖なんですよ。性癖、趣味みたいな、癖みたいな、うん、で、それを周りとかに聞き飽きちゃったから、うん、今回国領を使って知らない人の性のお悩みを聞こうって、うおーっとそういう感じだったんですね。お会いしたんですよ。なんかありませんか。突然ですね、はい、性についての悩みですか。はい、やっぱりお酒飲むんで、飲むとき飲んじゃうんで、そうするとやっぱりふにゃって、あ、おいくぜーっていうときからふにゃって、シゲジュニアが元気じゃなくなっちゃうみたいな。脳は元気なんだけども。え、それはどのぐらいの量飲むんですか。焼酎1本。結構飲むんで
ですね。割と飲むんですね。その大体の方ってお酒を飲んだ勢いとかでそういう風になるじゃないですか、落としたい時って。でもそういう時ってどうしても男の人って立たないじゃないですか。最初は立つんですよ。途中で気になってしまう。そう射精できないと。それでお悩みなんですね。あ、やっと理解した。それはいくらタイプでもみたいな。そうです。あ、じゃあこれ仮に私でもってこと？ドタイプでもなります。タイプでもお酒飲みすぎるとやっぱりいざこう入れるとかってなった時にちょっとな途中で泣いちゃうとか、そういうことですよね。これに関しましては飲まない飲んじゃダメです。お酒をいくら飲んでも立つ人は立つと思うんですけど、大体の人ってこうなっちゃうじゃないですか。自分の加減を知らないからそうなっちゃうと思うんですよ。だから今日決めるって時はその焼酎1個も開けちゃダメだと思うんですよ。半分ぐらいで我慢して薬飲むとかどうですか？最悪元気になる薬ですよね。薬を、まあ危険ですけどね、お酒飲んでる薬飲むのも心臓に負担かかりますもんね。おじさんなんで心臓が心配なんですけど、でも最悪飲まなきゃいいと思うんですよ。これはダメなんですか？シチュエーションに持ってこうって時にやっぱりお酒入っちゃうっていうのは、いや、ベロベロじゃないといけないみたいな。ちょっとなんか、まあ実際そういうのは逆に言えば、今日みたいにこう小倉で会ったじゃないですか、それをうまく使ってお酒を飲まないでほぼシラフの状態で女の子とそういう関係になるのを、こういうアプリを使って鍛えるのはどうですか？なるほど。ジムなんか行ってる場合じゃないんですよ、正直ジムなんか行ってる場合じゃないんですよ。はめた方がいいです、多分女の子とマッチングしまくってこう会話の練習をしていって、はい、お酒を飲まなくてもここぞという時に持ち帰れるように訓練するってことですか？なるほどです。訓練ですね。訓練。彼女は今いないんですか？彼女いないです。あ、いないんですね。彼女いないです。あ、ちょっと待ってくださいね。なんかもしかしてこの後どっか行こうとかって思ってました？ちょっとまあ行きたいなとは思ってますけど。ちなみにどこ行く予定でした？ちょっと飲みに行きたいなって。飲みに行こうという、まあまあご飯ですね。ちょっとこれ、ちなみに私をどこに連れてくれますか？ホテルのラウンジとかどうですか？そのガッツリ飯じゃなくて軽食です。なるほど。なんかここまで話を聞いてて大変申し訳ないんですけど、はい、なんか私ちょっと休養が今入っちゃって、休養もう悩み解決したしもういいかなみたいな。ちょっとすいません、ラウンジはちょっと受け付けないんで。そうっすね。国連の詳細概要欄に届くので、皆さんよかったらダウンロードしてください。ありがとうございます。帰ります。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、またいつでもなんか悩みとかあれば、分かりました。連絡してくれれば、はい、あのまたここに来るんで。分かりました。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。ありがとうございます。